大家好，我叫金介之帆，我是京都外国语大学中文系四年级的学生，我是山崎县人。はい、もう毎日中国と日本の違いに驚かされる日々でした。例えばもう上海料理は甘いっていうのはもう事前に教科書とかでテレビとかで見てて知ってたんですけど、実際に食べてみたら本当に甘くって全部食べきれないっていう時もありました。あとはその交通事情がすごく複雑というか面白くて、あの青信号なのに普通に車とかバイクとかがこう寄ってきて、もうぶつかるスレスレのところまで行くような感じなんですけど、もうそれが印象的でした。青信号は中国では参考までなんだなっていう風な感じで、はい、でもそれでも、まあ、それが、まあ、それでこそ中国だなっていうように、その中国と日本の違いを毎日楽しんで経験することができました。